カール・ハインズ・リードレは、ドイツ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。選手時代のポジションはフォワード。身長179センチメートルと大柄ではないが、滞空時間の長い跳躍力を活かした、ヘディングシュートを得意とし、エアリードレの愛称で呼ばれた。息子のアレッサンドロ・リードレもサッカー選手であり父と、同様にストライカーを務めている。 リードレは1974年に t s v l ーフェンでサッカーを始め SV バイラーを経て1983年にバイエルンリーガ所属の FC アウクスブルクに入団した。1985から86シーズンのバイエルンリーガで22得点を記録すると1986年にブラウバイ90ベルリンへ移籍した。 ブラウバイでは1シーズンのみの所属となり10得点を記録するに止まったが好調なプレーを維持し、1987年に夫をレイハーゲルが監督を務めるベルダーブレーメンへ移籍した。この移籍について、後にリードでは、ブレーメンは若手選手の育成に定評があるセンセーショナルなクラブだった。レイハーゲルのおかげで私は選手として成長し、多くのことを学んだと評している。 加入者年度の1987から88シーズンにはリーグ戦33試合に出場し18得点を記録し、ブンデスリーガ優勝に貢献した。またクラブの歴史上において最高の試合の一つと考えられている UEFA カップ1989から903回戦の SSC、ナポリ戦でも2試合合計で3得点を挙げるなど、顕著な働きを見せた。 1990年に1300万ドイツマルクという、当時のヨーロッパでは最高額の遺跡金で、イタリアの SS ラッツィオに移籍。1991から92シーズンには、リーグ戦29試合に出場し13得点を決める活躍を見せ、1992から93シーズンにはクラブにとって1970年代以来、最高の成績となるリーグ5位に押し上げる。 原動力となったが、4人の外国人が在籍する中、やや出場機会を減らしていた。1993年夏、ドイツに帰国し、ボルシア・ドルトムントへ移籍した。契約期間は3年で移籍金は950万、マルクとも850万マルクとも推定される。ドルトムントでは1994の95、 シーズンと1995から96シーズンのブンデスリーガ連覇 UEFA チャンピオンズリーグ1996から97では決勝戦のユベントス FC 戦で2得点を決める活躍を見せ初優勝に貢献した。1997年イタリアのペルージャカルチョも獲得に動いたがアストンビラ FC へ移籍したスタン・コリーモアの後釜として イングランドのリバプール FC へ移籍した。リバプールではマイケル・オーエンやロビー・ファウラーといった攻撃陣とのポジション争いとなったが、1999年9月に出場機会を得るためにフットボールリーグのフラム FC へ移籍。1999から00シーズンにはポール・ブレイスウェルの後任として選手兼任の暫定監督を務め、 2000から01シーズンには正式な監督として、ジャンティガナが就任したため選手に復帰し、プレミアリーグ昇格に貢献したが同シーズン限りで、現役を引退した。その後、2002年1月に、リヒテンシュタインの FC ファドゥーツの練習に参加し、現役復帰を試みたが、契約はならなかった。1988年に、ユルゲン・クリンスマンやトーマス・ヘスラーらと共に、 西ドイツ五輪代表に選出され、韓国で開催されたソウルオリンピックに出場し、銅メダルを獲得した。ドイツ代表としては1988年8月31日に行われた 1990FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のフィンランド戦で代表デビューをした。1990年にイタリアで開催された本大会では、クリンスマンや ルディフェラーに次ぐ3番手のフォワードとみなされていたが、準決勝のイングランド戦を含む4試合に出場し、優勝に貢献。イタリア大会以降にフェラーに代わって、レギュラーに定着し、1992年にスウェーデンで開催された UEFA 欧州選手権1992では準決勝のスウェーデン戦で2得点を決めるなど、合計3得点を挙げヘンリク・ラルセン、デニス・ベルカンプ、 トーマス・ブロリンと並び得点王となった。その後、1994年にアメリカ合衆国で開催された 1994FIFA ワールドカップに出場するなど国際 A マッチ42試合に出場し16得点を記録した。2004年11月からはスイスのグラスホッパークラブチューリッヒのスポーツディレクターを務めていたが、2007年4月に2006から07。 シーズン限りでの辞任を表明した。その後は、ドイツ南部のアルゴイ地方で、サッカースクールや4つ星ホテルを経営している。2014年11月、フルスのボルシアドルトムントの国際親善大使に就任した。ありがとうございます。